ああ、またかよこいつら。もうしつけ。マジでヤバいことになってきた。ほんとね、橋の上で日焼けでもすればよかった。バケーションのつもりね。ちょっと来て、これ見てみてよ。それまだ使えたのか。まあね、これ見て。いい？この港の建物だけど、昔この島に来た船はみんなここで荷物を下ろしたのよ。エルドラドの財宝がこの島に運ばれたなら必ずここを通ったはずよ。ちょっと待って、今のは何だ。何？巻き戻し。どれ？そこだ、止めろ。何？ここ？これだ。島から脱出できる、行くぞ。脱出って、まさか諦めるの？奴らは大勢、こっちは二人だ。ここまでやってこられたじゃない。エレナ、サリーがどうなっちまったか忘れたのか。さあ行こう。ここまで来て諦めんのね。情けない。私は残るわ。わかってるのか、シャレになってないんだ。さあ行くぞ、ここはヤバいんだ。それでいいの？エルドラドの財宝もフランシス教もどうでもいいわけ。何言ってんだ、死んだらどうしようもないだろ。死ぬって、わかったわ。でも港を通らなきゃ先には行けないんだから。大丈夫だって、二人ならきっとなんとかなるわ。そう、きっとよ。待て。今回は俺が運転する。了解。よし、行こう。わからないわ、なぜこの村が歴史に残されていないの。敵さんのご登場みたいだぜ。樽を撃て。ねえ、呪われた宝について読んだことがある。でもまさかそんな。まさか呪いなんて信じてんじゃないだろうな。これだけは言えるわ、ここでは良くないことが起きた。村全体が突然消えるわけないもの。まあまあ。ありがとう。あのケーブルを伝っていけそうね。はあ、調べてみよう。ここでジェットスキーの見張り番をするわ。あなたは塔に登れるかどうか見てきてよ。こっちにいるの。見つけたぞ。よせ。やっつけろ、エルナ。
なたには塔に登ってもらうわ。集荷場後で会いましょう。撃ち殺せ。受けたぞ。よし行こう。次のか。
下がってろ。よし、なんとか港まで行ってボートがあることを祈ろう。すっごい。昔の船の積み荷目録だ。まだ結構綺麗だぜ。おい見ろ、これだ。エスペランザ号、出港地ペルーのキヨ。金の延べ棒800本、銀1200、エメラルド、金のマスク、装飾品。あら、16世紀のスペイン語が読めるの？ただの墓泥棒じゃないってわけね。あったぞ、金の像、重量20アロバス、200キロ以上か。探していた像はこれだ。これ。そう、これだ。なんか気味が悪い。あとは真っ白だ。誰かからのプレゼント？何が？ああ、この指輪か。そう、プレゼントだ。てっきり女性なら誰でもいいタイプかと思ってた。そんなんじゃない。これはフランシス教の指輪だ。代々先祖から伝わってる。シク・パルビス・マグナ。偉業も小さな一歩から、彼のモットーだ。日付を見てみろ。1月29日1596年。彼が亡くなったはずの日の翌日だ。待って、この数字は何なの？座標だ。なんとパナマ沖のね。ああ、それで棺の場所。ああ、その通り。フランシス教はこれを残して正確な墓の位置を知らせたんだ。それに気づくなんてさすがね。おだてても無駄だ。冒険は終わり。この島から脱出する。まあ、これはいただいて、エルドラドの旅も終了だ。撃ち殺せ！そこにある。入江の反対側だ。行こう。ねえ、こうしな。私、ここであなたを待ってるから、ボートを取ってきてよ。オーケー。何を企んでる？別に、ただ、もう少し景色を撮りたいの。大丈夫よ。わかったよ。絶対ここにいろよ。Yeah!
誰だろう。エディのヘリじゃないな。さっさと全部船に運べ。ねえ、早くしろ。もたもたしかねえ。なんでここに。この映像見てみて。今はそれどころじゃないだろ。ちょっとメイ、何やってんだ。いいからこの映像見て早く。なんだよ。甲板の荷物も忘れんなよ。よーく見るの。わかる。生きてたのよ。急げ。よくわからないけどネイト、この人信用できるの？銃で脅されてもいないみたいだけど。わかってる。確かに妙だ。だがサリーは詐欺師でも裏切り者じゃない。どっちへ向かった？北ね。多分山の方。オーケー、多分修道院だ。行くぞ。もしあいつらとグルだったらどうするの？助けるか、ボコボコにしてやるから。いや、何にしろボコボコにしてやる。あそこを見てみろ。何？誰かが大量の爆薬を使って壁を吹っ飛ばしたんだろ。ドガーンだ。
気をつけろ。足元の板も今にも落ちそうだ。エルナ、これ以上無理だ。もう片方の手を貸せ。カメラは捨てるんだ。わかった。見つけたぞ。見つけたぞ。この川を行けば修道院に着くはずだ。行けるか。え、よし、とりあえず修道院へ行って様子を見てみよう。やつはあそこだ。よし。おい、ゆっくり行け。エディの一味がいるかもしれない。大丈夫よ、あの海賊たちならここまで追ってこないと。何これ、信じらんない。カメラがあれば。この罠、その昔誰かが黄金を守るために仕掛けたのかしら。いや、そんな昔じゃないな。槍をよく見てみよう。嘘、これってあれでしょ。俺たちの飛行機のだ。でもなんかおかしくない？
仲間が島を歩き回るっていうのにこんな罠を仕掛けたら危険じゃない。おい、これ見ろ。こいつが死んでから何か来たらしい。何か？誰かじゃなくて？待って、もしかして。聞こえるか？今度は何？おかしい、何の音も聞こえない。見られてるな。見られてる。ああ、やっぱり何でもないか。行こう。とりあえず何か変なもんには出くわしたくないだろう。そうね。やつはあそこで。頭下げてろ。レーザーサイトを持ってるぞ。目を離す。どうせ。止めろ。やっつけろ。退却。前進。やつが見える。よし。番犬が門にいるとなると、ローマンとナバロもこの近くにいるな。どうぞ。図書館の警備を固めろ。サリバンのところへ行かせるな。了解。修道院の東側であのおっさんに手伝ってもらってる。なぜあんな奴を連れてきたんだ。信用できないホラ吹きだ。奴らだ。よせ。よし、行こう。止めろ。奴をやり損ねた。ネイト、ここに長くいない方がいいと思う。俺もだ。よし、サリーを見つけてとっととここから出よう。今だ。こっちだ。奴を倒す。Nah.